エネルーナビゲーターをは,たはるみがお送りする「星読みつれずれ草22」はい。今日もですね、小橋健治さんのホロースコープを読むの続きをお届けします。今日は第6回で、海王星とですね女性のスクエアというアスペクトについてのお話です。まあ、その他にもあお話し,しますけれども、えー、ちょっとまず、えー、チャート見ましょう。 今回はですね、これはですね、あのー、今の時点でのプロエグレッションとトランジットを出したものなんですけど、まあ、この辺はちょっと専門的になるので、今はあまり申し上げませんけれども、まずこの内側のネイタル、出生図の,あのアスペクトを見ていきたいと思います。で、えー、前々回の,あのお話で、この冥王星、天皇星、海王星の 外惑星っていうんですかねトランスサタニアンのあが全部この地平線上にあって、えー、小橋さんの全て固まっている他の星はこの4室から6室にあるところに全てアスペクトをしているという話をしましたですからこの外惑星っていうのは非常にこう動きが遅いのであのどちらかというと個人の,あのホロスコープではあんまりその何て言うんですかねあの何座の何度にあるという。 のはどちらかとといいうと世代を見ていくんですねただそれがどのハウスにあってでどんなこのプライベートな、ね、あの星とあのア,クスアスペクトを持っているかということですごく影響力があるんですね。でまあ、彼の場合は本当にこの3つがとてもア,クセプアスペクトを作ってますので、えー、ここら辺をしっかりこうあのエネルギーを理解していかれると。あの 自分の人生を非常にナビゲートしやすくなると思うんですけれども、あのー、今日はですねこの海王星のお話をしたいと思いますでやっぱりあの小橋さんのホロスコープの中で海王星というのは一番上でにありますのでこれをカルミネとしているといってやはり一番上にある星というのはですねいろんな意味で大きく影響を及ぼすんですねで彼の場合はこの救出という非常にスピリ,スピリチュアルなあの ことを学ぶための部屋にですね非常にスピリチュアルなこの海王星という星があるためにやはり彼にとってはそのスピリチュアリティっていうんですかねそういった精神性の学びということが根性は大きなあの非常に大切なテーマになってきていると思います。で実際のところこの17度からですね彼の太陽、えー、金星 木星というこの固まっているところにも、えー、あのぴったりではないんですけれどもトラインという、あのーまあ、ソフトアスペクトで、まああのー、割といいスムーズな流れが来ていますのであの彼がこうやりたいなこうしたいなというようなことをです、ね、このスピリチュアルな方で持っていくとです、ね、非常にこういろんなあことをこう助けてくれる。多分、あのー ご本人が多分一番じあの感じてらっしゃると思うんですけど小林さんのホロスコープってどっちかっていうと小林さんがこう何かをしていこうっていうふうにしてこうう目指すというよりは全部与えられてくるような配置なんですね。大、あ、体、のー、このここからですね東西側に星がある方っていうのは小林さんのとここっち全然星がないじゃないですか。ね だからこっち側にある方っていうのは、まあ、ロイヤルチャートとも言われてるんですけど自分からイニシエートしないんだけれどもいろんなものがこう与えられていくような、えー、エネルギーが流れるんですね。例えば、えー、俳優さんになられたのも小林さんは小さい時から俳優になりたいとかね、えー、劇団に入りたいっていう思ってやったわけではなくて <laughs> その高田純次さんの番組のあのを。 の観覧あの募集と思って応募したのがたまたまオーディションで,でたまたまそれにうう受かってであのそれでテレビ局に通うようになったということですよねでまあその後何回かいろんなオーディションがあるけれどもそう劇団ひまわりですかそういうようなところであの訓練してるわけではないですからやはり「あの笑って」って言われても面白くないの笑えませんとか言ってですね なかなかオーディションに受からなかったみたいですけどそれでもそう,そういうのが面白いねって言って、えー、ちょっとお名前忘れましたけどあの、うん、谷崎さんだったかなあの監督さんの映画に出させていただいたりとかいうことがあってどちらかというと多分あの小林さんが自分から望んで俳優になりたいなりたいと思ってなったわけではない職業だったんですよね。こここううういいったことがあのこういう でだからって苦労するとかなんていうんですかねあの努力をしてないってわけじゃないんですよでもそういう中で自分の中のこの太陽とここですよねこの部分の思いがガーッと出てきた時に、えー、彼はあの前に進むためにいろんなものをあの一度休止してですねネパールに行ったりあの世界中を旅したりっていうことをなさったわけですよね。 でもその後でまた、あの、あんまり私はそ、具体的に彼がどんなことをずっとやってきたかってことあまり知らないんですけれども、あの、例えばの Don't Stop という映画あの監督として最初の作品ですけれども、彼、それもたまたま、その、うん そういうお話があって、ああ、じゃあ僕も行かせてくださいっていう形で行くと。だから自分からそういう映画を撮りたいと思って探して、えー、じゃあこうやりましょうってやったわけではないんですよね。だからそんな形でですね、なんかこう、いつも与えられていくというエネルギーなんです。うん。で、なおかつですね、あの、こういう非常にスピリチュチャルの星が上の方にありますので、 あとは、ま、運命をこう、ね、死再生の星で、カルマなんかもすごく象徴するプルートなんかもここにあるし、ひらめきのイントュイッションの天王星もね、八質にありますから、あ,ある意味で、本当に、あの、自分の魂が呼んでいること、望んでいることに忠実に、ひたむきに一生懸命やっていく中で、 まあまあ、宇宙のエネルギーとつながってですね、スピリシャルなトレーニングっていうかね、修行なさることで、もう自然自然にいろんなチャンスを与えられて、あの、行く方だろうなと思います。はい。で、逆にですね、こちら側にたくさん星のある方というのは、どっちかというと、自分からこう、えー、イニシエとしてやっていくんですね。例えば、俳優になりたいという思いがあって、で、それをこう、 うんじゃあなるためにどうしたらいいんだろうっていう形で、えー、自分の方からオーディションにもう意識的にねオーディションということでトライしたりとかそういうなんか訓練に通うとかっていう形でやっていくことが多いんですねでどっちがいい悪いっていうのはないですよねたまたまこっち今回はこちらにこう星が多い方はそういう、えー、エネルギーがあるというだけでねですから逆にこちら側に星がたくさんある方はご自分でいろいろやっていく中で切り開いていけるんですよね うん、で、こちら側に星が多い方は逆にそう自分でなんか画を通してやろうやろうとするとなんかいろんな障害が起こって、その、うん、彼の魂がやるべきことをやらないとこううまくいかなくなってくることが多いですね。まあそれはどちらもそうなんですけども。で、えー、っと、うん、この海曜星の中でですね、 唯一、この赤い線があるのがですね、土星なんですね。で、この土星と海洋星のスクエアっていうんですけれども、このエネルギーというのは、私は今、あの、とても難しいエネルギーだなっていうのを最近つくづく感じているんです。それはどうしてかというと、今ですね、あの、実際この今、世の中でですね、この海洋星がこの、この元の、自分の支配している パイセスですね、魚座にあってですね、で土星がここのあのサジタリアさん、いて座にあってですね、ちょうど90度の角度をずっと去年から撮っているんです。で、えー、まあ先生実お好きな方はですね、えー、そういう話をたくさんのあのアストロージャーの方が言ってるますから、そのお話は分かってると思うんですけれども、私自身、この、その、 あの、土星と海洋星のエネルギーっていうのをですね、ものすごくこう、感じたんですね、去年の私の出来事で。で、非常にこう、あの、うまく、なかなかこう、難しいエネルギーだなと。で、えー、小橋さんの場合は、特にネイタルでここにありますので、それに輪をかけて難しいのと、それから、今の状態で言うと、ちょうど彼の そのカルミネートしてる海王星にこの今トランジットのですねまあこれはあのトランジットあのプログレッションなんですけどこれはトランジットの位置ですこの現行の今の動いてる土星がだん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 ここにこう近づいてきて重なろうとしてるんですねですから自分の,あの土星ともあの90度になりますしで逆に言うと今度はここがですねあのまあもうちょっと離れてますけども あの可用性とも180度でですね非常にものすごくこれからそのトランジットとネイタルであの厳しい角度がずっと取らえて T スクエアになってくるんですね。だからやはり小橋さんこれからのこの12年ですかね特にはあのものすごく大切なあの時になるなと思うのでこのことはちょっとあの取り上げておきたいというのが一つと。 それからやはりあのこの土星と海洋星の今のトランジットですねが世の中全体にこのエネルギー来てますのであの視聴者の方もう世界中の方がこのエネルギー等に影響を受けてるわけですねですから今日はそのお話をちょっと、えー、私の経験も踏まえて、あのー、話してみたいと思います、えー、でですね海洋、あのー、星というのは何,何回も申し上げましたけど こう、ネプチューンって言って海洋ですけど、海なんですね。で、あの、この、ウォーザも海ですよね。で、水で、水のエネルギーだしね。で、あの、非常にこの、スピリチュアルで、理想も、アンコンディショナルラブ。あの、金星の1オクターブ高い愛と言われてるんです。ですから、こう、自分のパーソナルの愛よりも、自分をこう、熱してですね、 こう人類ってか、ほんと神様と繋がっていくような、あの、仏やキ,レあのキリストの愛を体現していくようなこうそう、そういったエネルギーを持った星ではあるんです。だからある意味宇宙の真理を表すエネルギーなんですが、それは非常に細かい波動だし、非常にこう、こう、砂糖って言いますよね、こう、あの、 優しい優しい固めるようなエネルギーじゃないんですねすべてのものを受け止めていくような慈悲のエネルギーですからですからそれを実際にこの物質世界の地球で具現化して体現していくということはある意味非常に難しいんですもう本当にエゴを取って取って取ってあのやってあの表現していくということになりますからで,ですからその 魚座とかそれからその海洋性がすごい非常に強い方というのはあ非常にスピリチュアルなで優しくてもうコンパッショナイトでねっていう方も多いんですが、えー、他の影響も受けやすくて、えー、例えば、うん、そこがもう神様と本当につながってそこで行くんだってこう覚悟して、えー、なさってればいいんですけれどもいろんなことがこう あの星の位置のエネルギーによっては障害が起こってきたときに、やっぱり不安になってきたりとか、ですね物事が進まなくなってきたときにあのめ、めげてしまうと、今度は非常にこうマータリズムっていう、なんていうんですかね、殉教者的なね、とか被害者とかね、犠牲者とかね、それからこう逃げ出してしまうようなエスカテルムっていうんですけども、逃避,逃避行,行為とかですね、それから非常によくあるのが、その逃避という意味で中毒を起こすんです。 ですから、アルコール中毒になったり、ドラッグ、麻薬に走ったりとかですね、あとは非常に、まあ、甘いものがやめられないとかですね、でそういったような、あまた強食症とか、そういったあの自傷行為みたいなことなんかにも走ってしまいがちなエネルギーなんです、うまくそのエネルギーを理解して付き合っていかないと難しい。はい、で、 土星は何かというと、今度は土星というのはこの、あの、矢木座の主語、あの、ルーラーで、ヤギ座というのはこう、あの、地の星座の活動休ですから、本当にこの世の中の仕組み、大きな仕組みというのをきちっと作ってですね、固めていってですね、もう本当にこうガチガチにこう、あの、ルールとか決めてですね、あの、整備して作り上げるという、 本当に基礎をしっかり作り上げたコツ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 こう積み上げていく。ヤギっていうのはこう、本当にコツ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 すごいな、もうなんかすごい急斜面のとこでもめぐずにこう登っていくんですね。それがヤギなので、それに象徴されているように、あの、非常に持久力もあるし、忍耐力も強いし、でも制限もかけるし、でもその分制限して頑張っていったところで、えー、開けていく。ただし、やはり、なんていうんですかね、どちらかというと、まあちょっと、 言うというか真面目なんですよねそういういいエエネネルルギギーーがが固めていくエネルギーが土星なんですですすからあのこれがうまくこの土星のエネルギーと海洋星のエネルギーがうまくこうハーモニーとして使われた時は本当にこの神の愛仏の愛であるあの宇宙の真理のような理想的なものをですねこの世の中で具現化していける固めて出していける。 ようなエネルギーでもあると思います。うん。だけれども、そこがうまくいかなかったときは、今度は固まらないんですね。理想を固めよう、固めようと思ってもですね、いくらやっても固まらない。 で、固まらないから不安になってきてですね、だん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 自分はダメなんじゃないかっていう風に自分に自信がなくなってきたりとかですね、もしくはもう、ああ、こんなの辛すぎるって言って、ああ、あの人が悪い、この人が悪いって形でこう、人のせいにして自分が責任が取れなくなったりとかですね、もっとひどい場合は、それこそディプレッションになったりとか、その逃避行という形で何か中毒に走ってしまうとかっていうことになってくることもあるエネルギーです。で、この二つがですね、 さっっき言ったようにこういうトラインのような場合はもうちょっとスムーズにうまく流れやすいんですけれどもこのハードアスペクトの90度の角度を取った時はやはりその厳しいテンションが来るんですね90度ですから片方はこっち行こうとする片方は全然違う方向に行こうとしますからそこでぶつかり合いますよねですからこのハードアスペクトというのはある意味非常にこうあの何て言うのかな よく理解した上でうまく使い分けると、あの、今度はそのハードでぶつかり合うところをですね、意識してグッと突き抜けたときはものすごい何か、あの、アチーブメントができる。あの、切り開いてですね、あの、すごい大きな実績が、大きなことを成し遂げることができる角度でもあるんですね。逆にトライの場合はスムーズに流れますから、あの、まあ、あの、 なんんていうんですかねあんまりその意識しなかったらですね、そのスムーズ流れるのに甘えてしまって、あのそれなりの成果しか出せない、あんまりそ,の、うん、そんな大きなアチーブメントがで,できない。だから、あのよく、あのー、出生図の中で,です、ね、こう四角なんかできてるとですねこれグランドクロスといってですねもう全部スクエアなんですね。そうするとやっぱりそういう方の,あのエネルギーっていうのはそうぶつかり合うエネルギーがあるので、 なかなか大変なことが起こってくるんですけれども、でも、そこにめげずにですね、あの、やっていかれる中で、あの、すごい大きな業績を残される方もたくさんいらっしゃいます。確かアインシュタインなんかもクロスがあったって聞いてたんですけど、ちょっと私、あの、彼のホロスコープを実際にきちっと見たことないので、あの、潤いですけれども。で、えー、そういう 絶エネルギーが今こう流れてるんですね。で、特に今ですね、あの、パイセスに、あの、もともとのルーラー、ね、に、火曜星が来てるんです。だから火曜星っていうのは160年以上かけてですね、一周するんですね、太陽の周りを。だからもう本当に160何年ぶりに戻ってきてるんですね。で、あの、 土星はどこにいるかというと、今度は、あの、非常にスピリチュアルなことを、あ,らあの、象徴である、その、いて座にいます。ですから、両方ともこう、スピリチュアルなところにいるので、やはりこう、今のテーマは、やっぱり、本当にこう、精神性っていうかね、宇宙の真理の方に、こう、を具現化しようというふうなことを一生懸命やろうとして、それが魂の、なんていうかな、望んでいることであれば、私は、すごくそれを固める。 固めて具現化していけるようなことが時間はかかってもできるエネルギーだと思うんですね。でも、そうじゃなくて、なんかもうちょっと、その、そういう神の愛とかという前に、もうちょっと世俗的な自分中心の、なんか希望とか望みとか、とかですね、そういったことで何か、何かをなそうとしてもですね、えっ、ー、と、なかなか固まらずに、 うまくいかないことが多いんじゃないかなと。そういう意味で、あの、いかがでしょう皆さん今、あの、ご自分の、あの、生活振り返ってね、何か一生懸命やろうとしているんだけれども、なかなかこう固まらないで進まないというふうにもどかしく思ってらっしゃる方がいらしたら、ちょっとご自分の、あの、ホロスコープと、を見ていただくと、何か、この、さそ、あの、魚座と、この、伊手座の、 え、土星のところでどんな、あの、配置になってるかっていうようなことを見るといいと思います。はい。で、私自身がですね、これ本当に、あの、クリオシちょっと、これはですね、えっ、ー、と、あ、これかなあ、これ私のですね、あの、ホロスコープなんですけれども、えー、私はあの、ちょうどこの、これ、これですね、えー、あ、11日になってますね。えっ、ー、とですね、 ちょうど私があの失業したのがですね、サタンがここに来てたんですね。で、私のそのサウスノードとパッぴったり重なっている時ですよね。で、こう、この、海王星がちょうどこの今、私の天底に来てます。四室の、もう本当に頭の近くにですね。で、あの、なんとか申し上げたと思うんですけど、私の樹室には今、ノードとですね、 あの、ジュピターが来てますので、ある意味、こう、私のキャリアは広がっていくと思っていたんですが、転職して、こちらへ来て、で、一生懸命、こう、この辺やってたんですけれども、その頃はちょうど同性この辺にありましたからね。固まらないんですね、仕事が。<laughs> で、あの、やってもやっても、あの、まあ、新しい会社ということがあって、仕組みができてない。で、私はその、プログラムマネジメント、 そのプログラムマネージャーとしてですね、あの、まあ、あの、ずっと17年やってきてましたから、それもこう、大きな日本とアメリカの自動車会社のジョイントプログラムのプログラムマネージャーをしてましたので、やはり会社ごとの仕組み違いますから、そのやり方を一つ一つプロセスを決めてですね、合意を取って回しながら、 こう責任ロールリスポンシビですねあの自分の,その誰が何をするということを明確にしてこう回していくような仕事をしてました。であの経験もあったし非常にあの得意だったんですね、うん。やってみて分かったんですけどなぜかっていうと私はあの星はありませんけどやっぱり乙女座にあのがこのキャリアのところにあるのでそういう,う分析能力とかああそういうこと非常に得意なんだなと自分で思いました。 だから、あの、できるはずなんですが、新しい会社でその仕組みができてない。で、仕組みを作ろうと思うんですが、えー、いかんせん。私にはオーソリティがない。権威がない。で、まあ、普通はその上司の方が後ろ盾をして、こう、相談してですね、こうしようと思いますけど、いいでしょうかっていう形で動いてもらわなきゃいけないんですが、上司の方はほとんど経験のない方で、いつもいつも出張でいない。で、あの、 ま、そんなようなことで詳しいこと申し訳ませんけど、やってもやっても固まらずに。で、自分で最終的に決められないんですね。私はこうしたいけれども、そこをこう決めるような仕組みもないという中で、ものすごくこう、アグレッシブなね、あの非常にこう、考えられないようなスピードで、新しい車を作ろうとしている、あの、スケジュールでやっていたので、みんなこう、いろんなところからエキスパートを雇ってきてるんですが、会社全体としてのその、 仕組み作りは追いつかないという状態で、えー、非常に苦しかったのを覚えています。で本当にその時にですね、ああ、その海洋性と土星のその何て言うんですかね、えー、エネルギーのスクエアのエネルギーはこういうエネルギーなんだなというのをつくづく感じなんです。特にですねあの 私は土星がダブルで来てましたから、固める力すごく今あるはずなんですよね。で、私はですね、アセンダントの土星がもともといますから、非常に土星の影響強いんです。だから小さいとかすごい、あらゆる真面目なさ、小さい時は、どっちかっていうと、あんまり遊びが上手じゃなかったし、あの、本当なかなかこう、うん、友達もできなかったりとかね。あの、でも年を取ってくれば取るほど土星っていうのは、あの、 良くなって、年を取ってくると、どん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 若く見えるんですね、土星が強い方って。でもう今、私、本当にあの、もう還暦ですけど、あの4月であの、本当にみんなから若いねって <laughs> 言っていただけますけど、それはまあ、土星というのはそういう腰かなと。で,ですから、言いたいことはですね、土星がダブルで固められるはずなのに固まらない。で、えー、結局失業したんですね。で、その時思ったのは、 その、その時からずっと考えてて、ちょうど土星がこのサウスノードにあったしね。あサウスノードやごめんね、ノースノードにあったしね。ですから自分のこの今回学ぶべき天命みたいなとこじゃないですか、ここ示す。で、やっぱりこれはですね、なんか私の魂の、その学ぶべきことをやってないから固まらないんだなと。で、最終的に音出されちゃったっていうことはですね、あの、何度か他のビデオで言ってますけど、あ、これはなんか、あの、 失敗というかね、自分を、あ、これでダメなんだと、だ,だって本当に、君は実力ないって言われて、急に切られたんですよね。で、そんなはずはない、私は必ずできる人だっていう,うに、自分には信頼感がありましたけど、その4ヶ月間、いろんなことが固まらなくて、だん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 私の中で、本当に私役に立ってるんだろうかとか、働いても働いても、こう、先が進まない中で、非常にこう、不安になっていった感情も覚えてますし、だから、そういった、 ったことで、まあ、ダメ出して、こう、首になってしまったけれども、まあ、私の場合はこうやってホロスコープを読みますから、エネルギー見ると、どうしても、ここで、このタイミングでやめさせられたというのは、やっぱりなんか、天がですね、ほら、そろそろ自分の魂のやるべきことをしなさい、というふうに言ってくれたんだろうなと。で、やっぱり、まだね、 木星はここにありますしね、今逆行してるので、もう一回この近くまで来るんですよ。それからこう9月、それでまだ私の場合は、えー、ジュフハウスというのは天秤座の途中まで来てますので、まだ今年いっぱいぐらいはですね十分自分のこのキャリアをこう拡大していけるエネルギーがある。で転職したけれども、ここで辞めたのは、本来私が本当にやるべき仕事をするための準備だったんじゃないかと。それで 前にも話したと思うんですけど、18年ミシガンにいて、もうそろそろミシガンを出たい、寒くてつらいしね、もうあの子どもたちの教育も終わって、もうみんな帰ってますので、私がそこにいる必要なかったし、で、えー、急にですねあの、お話をいただいて、あのえー、カルフォルニアに引っ越すことができたんです。それはなぜかとというとこのやっぱりこの 天皇星はですね私の太陽とこう重なってますから今ね。ですからやっぱりそういうライトニングエネルギーでポンとそういうあのチャンスをいただいたんですね。それで引っ越し台まで出していただいて、えー、お役に立とうと思って頑張ったんだけど、うん、ダメでした。ですけれどもある意味で私がこう望んでいたあの暖かい気候で今度の新しいお家であで非常に私は今幸せに暮らしてるんですね。ではっっきり言って今ここ私の 転底じゃないですか。で、ここからや、私が、で、私はここにパートオフ,フォーチュンもあるし、太陽も、ここがやっぱりとても大切なとこなんですね。あとは、まあ、自分ですね。そして、一番、あの、カルミネートしてるのは、この木星とああ、プルートがですね、固まってですね、この、救出にいるんですね。だから、やっぱりこう、あの、仏教の修行もしてますし、こスピリチュアルのこと好きだし、なんかそういったことを、 あのみんなにこう伝えていくような仕事そういったことが前からしたかったので、えー、そういったことをした方がいいのかなというようなに思いまして非常に不安でしたけど家に、えー、引っ越してローンもあるしで今全然、ね、収入がない中でどのくらい持つか分かりませんけど でも慌ててまた同じような仕事の求人を探すということを今やめてるんですね。でちょっと私の話が長くなっちゃったんですけど、あそ,そういうことを考えたときにですね、あの、小橋さんのこの、あの、ごめんなさい、えー、この土星と海洋星の、うん、このスクエアというネイタルのね、あのエネルギーを しっかりと、あの、理解していただけたらいいと思うんです。私が出た結論は、これは私の意見なので、もしかしたら違うご意見の方がいらしたら、ぜひ、あの、教えていただきたいんですけれども、あの、この二つの固めるエネルギーと理想をこう追求する、こう、こう、どん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 溶かしていって、何もかも溶かしてあのいくような、あの、雲のようなね、 水のようなね、そういう霧のようなそういうエネルギーとですね、固めるエネルギーをこう,うまくしていくにはですね、やはりこの、この特に彼の場合は、えー、海洋星がカルメイドしてますから、この海洋星魂のですね、思いというかね、天とつながって宇宙のこの真理を追求するために何か仕組みを作ろうというふうに、えー、彼が一生懸命それをやられたときはきっと すごく宇宙からいろんなエネルギーが来てですね、助けてくれると思うんです。で、彼の場合は、あの、土星がですね、あの、この乙女座というところにありますので、で乙女座というのはそういう、あの、細かいことをきちっとこう、分析してですね、あの具現化して、仕組みを作るのが非常に得意ですから、ですから、そういったことができると思うんですけれども、そこを、そこを、をいつもいつも意識してやっていかれると、すごくこの、 あの90度の角度っていうのは普通の人が成し遂げられないようなあの成果を出せるんじゃないかと思うんです。で今実際あの小林さんはあのインドに行かれて10日間も瞑想なさったりとかですねそれもずっと育ってらっしゃるそうですから相当あの な訓練だったと思います。で、そこで必ず何かいろんなものを掴んできてらっしゃるはずです。そういったことを、こう、今やっていかれることが非常に大切であって、で、私はなんで彼はインドに行かれたのか知りませんが、多分導かれていかれてるんだろうな、と。それは、もう一つはこの土星が今ここ原稿でここ来てて、もうすぐ重まりますから、やはりこの、これからの一年間、そういったことを非常にそういった視点にいつも取り組まれていくと、あの、小橋さんは、 ものすごく、あの、大きな仕事ができるようになる。うん。彼が理想としているような、オールインワン、あの、宇宙はみんな一つ、世界は一つ、こう、なんかこう、みんな分離分離してですね、宗教とかいろんなそういう肌の色の違いとか、そんなことだけでこう、あの、こう、いがみ合うのではなくて、あの、地球と宇宙とみんな一つということをですね、こう、 やっていこうと、うん、その愛で生きていこうっていうメッセージをですね、伝えるためのイベントとかそういったことをですね、あのー、きっとここをしっかりと理解して取り組まれたときは、天がガイドがですね、そのように導いてですね、あのー、そういったチャンスをたくさんくださると思っています。でもう一つはですね、えー、土星があとまあ1年ちょっとぐらいしたらですね、 彼の、うん MC、と重なりますで、あのー、この MC というのは、あの、樹質の頭でちょうどゼロなんですね。非常に、あの、ヤギ座のゼロ度に MC がある。で、あの、土星というのは確かにお不動様で、いろいろと、その、制限を与えるけれども、成長させてくれる星ですよね。で、実際にですね、あの、今の私のようにですね、あ、ごめんなさい。えー、私のあ、これか。 あの木星が来るときも広がるんですけど木星が来るときいろんなチャンスが広がるというだけでやはりですねオーソリティがこの土星なんです。でヤギ座のルーラーですから本当に土星がですねここに来たときはですねいやこの土星がここに来たときはですねで今彼の中のプルートが2008年から入ってますのでえ彼の,そのキャリアというのが大きく2008年ごろから変わってきてますというのは前回申し上げてますけれども。 本当にこの一年半したときに彼は一番本当に彼アがあの責任も持たされてものすごく忙しくなるでしょうけれども大きく広がっていく30年に一度の大きなチャンスで今それをそこに到達するために <laughs> いろんなことを導かれてね彼はあのやってらっしゃるんだろうなというふうに私は彼のホロスコープを見て読んでいます はい。で、えー、そういう意味でですね、あの、土性というのは、さっき申し上げた、権威、オーソリティなんですね。でやっぱりね、あの、私の、その、経験で、自分が、その、<laughs> 就職をして、その4か、4ヶ月間の仕事で、どうしても固められなかった、私にオーソリティがなかったんですよ。権威がなかった。一社員として。で、普通なくても、後ろで、上司とかがバックアップしてやってくれると、そう、 でできるんですがそこもなかったで会社全体もまだまだ人がない中でど,どんどん雇いながらやっているという中で本当になんかあの自分の力不足もあった上でですねあの固められなかった本当に辛いかったです。うん、でやはりそ,のそういう意味でですねこのノースノードに土星が重なった時に失業した時に。 やっぱり次何か私が生きていくならば、まあ60歳になって新しい、あのね、本当にこう第二の人生じゃないですか。で、本当に自分らしく生きたいって前から思っていたし、で、全部環境を整えてもらって、その仕事がなかったらこのお家も買えなかったわけですよね。だからまあ、そのローンをどう返していくかっていう課題はありますけど、 でもそれはどう、どうやってできるかわからないけど、でも私のハートがやることをしようと。それを私がオーソリティを持って、自分がこうやるんだと。そういう場合はですね、やっぱりこう、雇われるんじゃなくて、自分から何かリスクを取りながらやっていくしかないなと思って、今私はこの、あの、星読みたずれずれ草を立ち上げてるんですね。で、えー、そういう意味で、あの、 コワさんも、あの、常に自分がオーソリティを持ちながらですね、あの、与えられたチャンスをですね、生かしていきながら、あの、この冥王星、じゃない、ごめんなさい、海王星のエネルギーを具現化していくために自分が何ができるかなというところで、ここはやはり奉仕の星ですよね。サービスをするというところで自分らしく生きていくと、もう本当に土星とこの、あの、 ノースノートが非常にはい、もうだいぶ長くなったので、でですね、ちょっと今日このプログレッションを出したのはですね、えー、ちょっとお見せしたいことがありまして、ちょうど今プログレッションというのはあの他あの見方なんですけれどもあの、詳しいことは申し上げませんけど、今プログレッションが彼のディセンダントと重なっています。ちょうど一度です。ね。で、 彼のディセンダントも一度です。で、ここからですね、いよいよですね、えー、この生まれた時の太陽がですね、今1年ずつ行ってですね、ちょうどここ来てて、これからこの7室に入っていくんですね。で、ホロスコープはこの1から6室までが自分がをの基本になる 自我というかね、アイデンティティを形成していくところ。で、ここからですね、関係、リレーションシップを通してですね、世の中と渡っていくんですね。で、もちろん自分のその自分らしさ、アイデンティティっていうのは12種ありますから、全部一周しながらいろんなことを経験して、あの、最終的にこう自分を完成していくんですけれども、ここからはですね、今度はここが自分一人のアイデンティティ、自分のアイデンティティだったんですが、ここは今度はそのパートナーと、 とというようよなこう人との関係それも一体多数ではなくてまずはその一体一のそういう関係の中から自分をこうあのかあの作り上げていくもう一つはここからリレーションシップのアイデンティティを一緒に作り上げていくそういう意味ではこのディセンダントはここはリレーションシップの第一室なんですねでそういっったことに今入ててきてるんですね。 ですから、あの、で、木星もですね、えー、申し上げましたけど、今年の9月以降ですね、こちらに入ってきますので、拡大と成長のね、あの、ラッキースターが、あの、小橋さんの、その、なんていうんですかね、あの、<laughs> パートナーシップがですね、これから大きな、あの、焦点になってくるので、これから1年非常に、あの、面白いなと。で、まあ、あの、 ご結婚とかそういうこともありますけれどもプライベートだけじゃなくてビジネスの上での大切なパートナーなんかともあの巡り合えるようなあのエネルギーが入ってきますのでその辺もとても楽しみだなとでそういう意味で、まあ、あの彼にとってはですねあのもう一つ申し上げたいのはあの今度のビデオで言いますけれどもあのもう345歳までが太陽なんですね。 24、歳から34、5歳までが太陽の年齢域といってですね太陽のあのが大きくこうエネルギーとしてあのリードしていくんですけども、えー、35を過ぎてくるとですね今度は火星のエネルギーを非常に意識してリードしていくことが必要になります。で、火星の年齢域に入ってきてるんですね。で、そういった意味であの太陽というのはね、その前は金星なんですけどもあのみんなここでしたよね。 ですけどもあの今度火星は月この4室のテーマになってきているのでやはりここ家庭ですよねそういった意味で、えー、小橋さんはこれからこの今度は自分の火星がどんなエネルギーを持ってて火星のテーマは何だろうというようなことをですねもうちょっと意識的にあの理解しながら進まれていくとあの生きやすくなるんじゃないかなというのが私があ考えている。 ああの読んででいいるホロスコープですねはい、じゃあ今日は、まあ、そんなところまでで、えー、終わりにしたいと思いますがもう一つだけ一点 <laughs> あの思い出したので、えー、実はですね、えー、これはあの今非常に話題になっている清原さんですよねあの今麻薬で残念ですよねあんなにすごいあの素晴らしい選手だったのに、えー、まああの ああいう結果になってしまって。だから、清原さんもですね、ちょっとある意味でちょっと小橋さんと似てるんですね。生まれた時間がわからないので、ハウスを取ってませんけれども、やはり非常にあの太陽が強くて、火が強いんですね。で、乙女座にもあると。ただ、ここで申し上げたいのは、あのたくさんの,あのアストロ,ロジャーの方も読んでらっしゃいますけど、太陽が24度で、で、火曜星が21度で、ここやっぱりスクエアなんですね。ですから、やっぱり、 あのその海王星とこう太陽のような天体がこうスクエアになってる方というのはあの理想を追求してその理想のために燃えてこうみんなを勇気づけるようなヒーローにもなれるしだから現役時代の清原選手はそういうことをやってらしたと思うんですねただそこを見失ってしまってそれがなくなってくると今度は過去の栄光にしがみついちゃったというか分かりませんけどね 非常にセンサーの部分があるんですね。乙女座も強いですから。特に金星が乙女座にありますから。はい。あでも、やっぱり、その、そういうところでですね、あの、海洋性の悪い方が出てくると、麻薬に走ったりとかいうすることの典型になってしまうんですね。だから非常に海洋性というのは、ある意味、あの、難しいエネルギーです。えー、1にも2にも海洋性は、あの、 なんていうのかなあのー、宇宙の真理を体現していく星なので、非常にや優しいけど厳しいです。で、そういったエネルギーを、がこの一番上に来ているという、あのー、小原さんはですね、そのこ、小橋さんはですね、そのことをよくこう、あのー、理解した上で意識的にうまく使っていかれると、本当にラッキーな <laughs>、 ホロスコープだなというふうにあの思いますので、これからのあのご活躍をあの期待しています。はい、今日はどうも長い間ありがとうございました。